なぎさちゃん。 いらっしゃい。 どんな感じに仕上がるんだろう。 ワクワクしてきた。 君が欲しい。うちには熱帯魚がいるけど。 椿の歌声を引き立てるには、こうやって腕を磨かないとね。 良いお茶が入ります。